物見塚古墳は山梨県南アルプス市下、一の瀬座城の山に所在する古墳時代前期前半の前方後円墳。南アルプス市内は元より、釜梨川衛星では唯一の前方後円墳で、造営年代は4世紀末から5世紀前半にかけての時期が推定されている。周囲には5世紀後半の円墳と見られる六火球古墳、6世紀の芋文字や古墳、 弥生時代、古墳時代、平安時代の複合集落遺跡、油田遺跡などが点在する。墳球町、約46メートルであり、前方部の長さが約16メートル、幅が約14メートル、公園部の直径は約30メートルで、高さはおよそ4.2メートルで、墳球表面により吹石も確認している。埋葬施設は年度格と推定され、鉄拳。 玉類、銅鏡などが服装品として収められていたと考えられる。発掘調査は、櫛形町教育委員会により1981年に実施されたが、銅鏡はそれ以前に採集されたものである。2005年にも南アルプス市教育委員会による再調査が行われており、複数の出土品があった。1988年に山梨県の史跡に指定された。 現在は、紛糾を保護するための緊急措置として土納による、土止めがなされている。ありがとうございます。